まあね。今ひでチャンネルのひでです。皆様いかがお過ごしでしょうか。残暑厳しいです。暑いですね。もうね、動画撮る前から汗だくだくで失礼します。武将ひげも伸びております。見苦しいところ冒頭から失礼しました。本日はですね、集合住宅の方で島トネリコや果種類のね、常緑樹剪定をしていきたいと思います。休みもなくですね、働いております。ようやく、7月の仕事まだ若干残ってるんですけれども、終わらせたいと思います。それでは作業場の方へ向かって出発したいと思います。動画の方スタート。ひで汁がやったるねって言わない。やっとるね。作業場に到着しました。本日は島トネリコなどを中心にね、常緑樹を剪定したいと思います。しかしね、このセミの声すごいですね。これだけでも暑さ倍増です。まるさん、暑いですけど空調服着て水分補給しながらお願いします。お願いします。はい、スタート。まる、幅がなくなったので高さありますけど、しんまりしました。あー、暑いな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 。このアイスノーのアイスキング、シャツにかける冷感ミストですけど、空調服と
合わせると最高ですね。よかったです。おー、冷えるな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 怖いんだ。差し入れで手作りの梅干しいただきました。いつもありがとうございます。あー、しょっぱいなしょっぱいなしょっぱいな。しつこいよね。見えないよね。すいませんね、透かしますんでね、少しだけ。いや難しいな。よろしくお願いします。すごい間延びなんだけど、これ知ってる？もうちょっと切っていい？でももう伸びたところから。
セミの大合唱の中での作業でした。無事にね、剪定作業の方完成です。お疲れ様でした。今ですね、自宅の方へ帰ってまいりました。本日はですね、集合住宅の、エントランス周辺の常緑樹、主にね、シマートネリコを中心に剪定してまいりました。やっぱりね、日が当たってるところは暑いですね。そしてあのセミの鳴き声、これがね、またあの暑さを倍増させるような感じでね、追い打ちをかけてきました。ですがね、あの丸さんと協力して、今日のね、予定していたところは無事に完了しました。もうね、毎日毎日が戦いになっております。まだね、7月の仕事残っておりますけれども、早く追いついて最速の電話からね、解放されたいと思います。本日はね、この辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは51歳で独立開業したおっさん庭師夫婦の日常をね、作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。もう一度言います。ゆるい感じでお届けしております。もしですね、この動画を見てくださった方で面白かったなとか、役に立ったなとか、このね、おっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、迷うことなくチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、コメントやグッドボタン、こちらの方も大変励みになっております。そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。